どうも突撃人のキャンプサイト、はい、第2弾2回目、1回目好評でしたね。そうですね、今回も場所は一緒でキャンプの大先輩の、はい、今日は北海道から、はい、転勤になって今帰ってきてもらって、ハマさんの、はい、キャンプサイトこちら、はい、紹介させてもらいます。おなじみのサーカスでございますね。テント一緒ですね、はい、これもだいぶ色褪せてます。うん、これもね、隣にあの前回のあの白いサーカスがだいぶ本当ちょっとやっぱ色は使い込んでる感が、そうですね、ベテランなので、ベテランキャンパーなので、早速行ってみましょう。はい、行ってみましょう。じゃあジャンプしますね。はい、いいよ、いいよ、せー、ビール持ってて、じゃあジャンプする距離じゃないけどいいっすか。いいよ、いいよ、いいよ、せーの、せーの、はい、すぐ近く紹介しないといけない、ね、うん、ちょっといい、まあ、こんな感じですね。うん、こんな感じ、こんな感じ、はい、あ、失礼します。お邪魔します。いや、前と前回と同時、これはこたつスタイルなんですけど、はい、あったかあったけーマジで。まあ、あったかいのはまずこれ、うん、はい、来ましたね、薪ストーブですね。天幕さんのやつですね。すごいね、いいね、薪ストーブ、あったかいもん、もう神マジで。これ、オーブンつってましたね、これ真ん中ある、真ん中これオーブン、うん、オーブン、熱いつってたね。いや、すごい、使い込んでますね。いや、素晴らしい、薪もすごいね、量は。うん、やっぱちょっと尋常じゃなくマジであったかいです、ね、これ外は何度、5度ぐらい、今ね4度、3度ぐらいになったんだけど、全然中はもう快適です、うん、20度、20、あ、20、うん、ちょっと待って、ここにある、ま、あ、でも外ね、今 9.9 度ある、22度あります。風が強いけど体感がやっぱ寒い、うん、寒い寒い、ね、こんな感じで素晴らしい、素晴らしいですね。で、こたつもね、こたつも、はい、豆たんの、はい、浜さんがみんなに広めたという、そうですね、豆たんこたつ第1号、歌の1号、歌の1号という、どうですか、めちゃくちゃあったかい豆たんこたつ。これはスノーピークのあれなんかな。あ、スノーピークのあれですね、天板ね、天板、すごい、このシートも、あ、この下にこのこれ引くのもいいですね、マット、ね、下からの冷気が上がってこなくて、いや、おしゃれ、いや、素晴らしい、なんか快適ですもん、家です、家ですね。やっぱ気持ち、浜さんのやっぱテントの中って酒の匂いがする朝からすごいのは飲む人なんで、でやっぱこうサイドフラップ のね、広いね、やっぱ全然違う、サイドフラップ、これあの別売りのやつつけて、うん、やっぱだいぶ違います。これ分かります？これ。ほら。サイドこれをつけたんですよね、後から。後付けで、うん。この広さ、伝わるかな？これだけでもだいぶ違いますね。ここに僕もこれ買って、ここにストーブ、このスペースにストーブを置きたい。ああ、すごくいいと思う。で、ここコット置いてとか。そういうこと、大きさ一緒でしょ？デラックスだから。一緒です、大きさ一緒です。ヘライトもこの。いや、いいっすね。それガスの、ね、ガスのコールマンの。一酸化炭チェッカーと。コツですね、しかなくいいですね、素晴らしい、うん、いや、あとここら辺はもうね、お酒好きなんで、ともっともっと一人でこの広さはやっぱいいですね、うん、快適です、すごくいい、今回やっぱこう人のこう見せてもらって、やっぱ自分に勉強にもなるしね、うん、楽しいですね、人のギアを見るっていうのは。ゆうくんもこたつスタイルしたらね、いや、ちょっとお届けしようかな、いい、ね、うん、ちょっと教えてもらいながらね、ホームセンターで、あ、それも撮る、あのこたつの作り方じゃないけど、うん、あ、作り方いい、あんまりないもんね、載ってないよね。ぜひ見たいと思う方はコメントをぜひお願いします、うん、そう、行きました、行きました、自分で巻いちゃうんでしょうね、マラコードをね、ね、そんなもんすかね、うん、いいね、お邪魔しました。ありがとうございました。紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。また次は、次回は、次はあなたの元に行くかもしれないです。
それ好きや。